はい、どうも、キスケです。ということで、来ましたよ、皆さん。こちら、ドラゴンボールスパーキングゼロ、ゲームプレイショーケース2ということで、約ね、7分もの、映像が公開されました。はい、こちらの方をね、ちょっと一緒に見ていこうかなと思います。まあ、ここに書いてるね、概要欄に、新たな情報公開された2つのバトルモード、エピソードバトルとカスタムバトルの詳細を、見せてくれると、はい、いう形ですね。アンリアルエンジン5ですね。あ、これでも見たやつかも。ちょっとね、最初のところちょっと飛ばすか。これちょっと見たんで、別の動画でね。あ、この辺やね。じゃちょっと見ていきますか。ゲームプレイショーケース。皆さんこんにちは。こんにちは。メインプロデューサー。古谷さん、古谷ではございません。古谷さんです、よろしくお願いします。いや、これはね、はい、発売は10月10日、ありがとうございます。いや、こちらが感謝を申し上げたいですよね。で、スチームね、そうね、まあ、スチーム版何かわからんって人結構いたんですけど、パソコンっすね、PC 版、2つのゲームモード、はい、これね、どういうモードなのかっていうのがちょっと気になるんで、見ていきましょう。教えてくれるんでしょ、古谷さんが。なるほど。ストーリーモードみたいな感じやね。おお、いいじゃないですか。キャラクターごとにボリュームは様々ですが、はい、最も長い悟空については、ドラゴンボール Z のラディッツ、ラディッツから始まり、ドラゴンボールスーパーの力のバトル。長すぎ。長すぎません？ドラゴンボールスーパーの力の大会編まで。で、一応キャラクター追加されるところで、まあ、フルパワージレンとか、身勝手の極みとか、見れてるんで、力の大会最後まで描くってことですよね、おそらく。やばくね、これ。マジですか。クソ長侍やん。していた相手と歯ごたえのあるバトルが楽しみになっていたり、一部の物語パートは一人称視点で楽しめる。一人称、ああ、いい。めちゃくちゃいいやん、これ。バイバイ、みんな。物語のターニングポイントと選択やバトルの結果次第で原作とは異なる場面に。あ、そうね、これ前の PV であったよね。キャラクタートレーラーかなんかで。そう、大猿 VS スーパーサイヤ人悟空。あ、そして2つ目のモード、いいですね。こちらはオリジナルカスタムバトルっていうのはオリジナルシチュエーション、どういうことでしょうか。エクストラバトルでは、ゲームオリジナルの様々なシチュエーションのバトルをお楽しみいただけます。ほう、中には特殊な勝利条件のものや途中でイベント演出が挟まれる。なるほど。あ、それを自分で決めれるってこと、これなのかな。エディットモード、ほうほうほう。あー、すごくね、これ。すごくね。あー、いいっすね。はい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 、本気で来い、ベジットって言ってるね。ティン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 、究極 VS 究極。サタン。サタンとビルス戦うの。以上、エピソードバトル。おぉ。メインモードのご紹介でした。また、なるほど。皆様から多くの声を頂戴して、オフラインバトル。はい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 。画面分割ってことですよね。本作はプレイヤーの皆さんがどれだけドラゴンボールのキャラクターになりきった体験ができるかということにフォーカスして開発を進めてまいりました。うん、なんかなさそうじゃね。なんかなさそうじゃない。これこれ、こういう理由だからちょっ
とオフラインの対戦モードはありませんのよねみたいな、そういう流れじゃないのこれ。はい、そうですよね。ああ、やっぱそうだ。うん、ああもののか。うん、じゃああんのか。ああ、なんや、ないんか。ああ、ありそう。ああ、あるやん。あるやん。ああ、なるほどね。もともと一人用前提。はい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 。バトル開始前のキャラクター選択画面では、うん、選択ができず切り替えが必要といった。なるほど、そういうことか。身近な人とお楽しみいただけると嬉しいです。うん、今回ご紹介させていただくゲーム内容は以上ですか。早いもんですよ。お伝えできていれば幸いです。魅力満点ですわ。現在予約解禁、予約解禁ね。みんな予約してますか。どっち買いますか、どれ買います。皆さん PS5、Xbox シリーズ X、 もしくは Steam 版。うん、なんかフィギュアついてるやつが4万円で売ってるのはちょっと記憶に新しいんやけど。はいはい。キャラクター6体っていうにはちょっと疑問がありますが、はい、まあ、ちょっと置いておきましょう。うん、2体では。はい、多分全部見てますね。引き続き発売に向けて全力を尽くしてまいりますので、はい、今後ともぜひドラゴンボールスパークにゼロをよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ちょっとね、はい、ありがとうございましたっていう感じなんですが、休んでますか古谷さんは。大丈夫ですか。ちょっとガリガリすぎませんか。痩せてるよね。太らない体質なのかもしれんけど、めちゃくちゃ大変なんでしょうね。うん、もう顔に出てるよね、疲れてますみたいな。ということでちょっとね、詳しく見ていこうかなと思うんですが、まずはこちらですよね、エピソードバトル。はい、このモードでは悟空やベジータなど8人のキャラクターから選んだキャラクター目線でストーリーが展開されるっていうことなんで、8人主人公がいるってことですよね。うん、で一番長いエピソードは悟空で、ラディッツ戦から力の大会の最後まで。長すぎ。これはちょっと長すぎるで。だってラディッツ、ベジータ、フリーザーで、セルで、マジンブーで、ドラゴンボールスーパーに行くわけでしょ。まあドラゴンボールスーパーどういう順番で流れるかは分からんけどね。うん、だからドラゴンボールスーパーのエピソード全部やるのか、それともあのマジンブー倒したらもう一気に力の大会まで飛ぶのか、ちょっとその辺は分からんけど、まあかなり長いよね。なるほどね。はい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 。これ誰が主人公になるんやろ。8人、物語の流れや8人っすよ。だって悟空ベジータは確定じゃないで、ご飯も確定だろ多分。セル編の主人公といえばもうご飯なんで、多分ご飯も主人公としてはあるかなって思うんですよね。これで3体、敵目線のストーリーやったら面白そうじゃない。だフリーザー、セルブーとかさ、まあこれ採用すれば、まあ、6体、うん、あと2体、未来トランクスとかそっち系かな。いや8人か、8人ってさ少なくね。いや多いんでしょうけどね、もちろんボリューム的に言うと。だって悟空だけでラディッツから力の大会まであるわけですから、あのプレイ時間で言うとかなり膨大な量だとは思うんですけど、なんていうの、もっと見たいっていう意味で8人だとちょっと収まらなくねっていう意味の少なくね。うん、だって俺普通にラディッツ目線とか見たいもん。うん、めちゃくちゃ短くなるけどね、めちゃくちゃ短くなるけど、地球に降り立って戦闘力5のおじさんをボコボコにして、で最後あの一人称視点で魔漢光殺法に貫かれるっていうところまで俺見たいもん。うん、あとナッパ目線とか
うん、動けないザイヤ人など必要ない死ねーの目線をさ、一人称から見たくない見たい演出がやっぱ多い。うん。で、フリーザも最後の最後で俺命乞いしたいもん。なんか選択肢出てきて、助けてくれ、頼む、助けてくれ。で、悟空に俺なじられたいもん。勝手なこと言いやがって、何人殺してきたんだ、頼む、助けてくれ。俺の気を少し分けてやった。逃げるなり飛んでいくなり好きにしろ。で、選択肢が出てきて俺に殺されるべきなんだと。やりてー、マジでやりたい。やりたいよね。いやだからそう考えるとやっぱ見たい演出がね多いわ。多すぎる。でしかもあれでしょ、イフストーリーみたいな選択肢も出てくるよね、これって。さっき言ってたよね、キャラクターごとにボリュームは様々、まあ短いボリュームもあるんでしょうね、おそらく。力の大会編長すぎるでしょう、やばいよね普通に。原作で苦戦していた相手とのバトルが楽しめるようになっていたり、いいですね。一部の物語パートは一人称視点で楽しめる。これすごくね。これすごいな。だからセル編も悟空主人公視点で見れるってことやね。つまりこのシーンがあるってことは、キャラクターとしての体感を味わえるモードになって、バイバイみんな。はい、いますね。いますね。悟空のほっぺたからセル第二形態が出てますよね、これ。セル編も悟空目線で遊べるってことなんや。あー、なるほどね。一部のステージに、あ、これね、これ。ちょっとね、ちょっと早すぎて。一部のステージ、これね、はい。だからピッコロと戦いに行くっていうのが、生死じゃないですか。けどこの一人で戦うっていうのが、まあ、イフストーリーなわけでしょ。これがどうなるかやね、マジで。これだ。これ今ラディッツのところ行ってるんでしょ。クリリンもついてきてるけど。うん、負けてるね。いや、これすごいよな、マジで。これも全然違うやん、これ。だって、大猿 VS スーパーサイヤ人悟空でしょ。ベジータ勝ち目ないでしょこれ。シュンコロだろ、シュンコロ。いや、これめっちゃ楽しみだな。はい、これがエピソードバトル。主人公誰になるのか気になるよね。はい、で2つ目のモードね、カスタムバトル。これもね結構気になる。カスタムバトルっていうのは、シチュエーションのバトルを楽しめるモードね。なるほど。はい、エクストラバトル、ゲームオリジナルのさまざまなシチュエーションのバトルを楽しめると。だからこれはゲーム側が用意してくれてるカスタムバトルってことでしょ、おそらく。で、自分がミスターサタンになって、こう名だたる挑戦者たちを倒していこうっていう天下一武道会のオリジナルモードってことでしょ。これ面白いよね。で、プラスよ、プラス自分で決めれるんだろう、これ。自分で決めれるんですよね、これ。エディットモードってここに書いてますけど、演出設定、残り体力、味方チーム、体力パーセンテージなのかな？ちょっと文字ちっちゃくて見えませんけども。いや、これめちゃくちゃいいよな。で、テキストっていうのもあるけど、これはどういうことなんだ？なるほど。プレイキャラクターやバトル前後のはい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 。設定してオリジナルのバトルを作ることができます。いや、これすごいぜ、マジで。マジですごい。これやばいね。時間無限じゃね、これ。かっこいい演出作ろうと思ったら。やばそう。そして作ったものはアップロードして。しかもアップロードできるんですよ、みんな。やばくないか、これ。究極 VS 究極。いやー、これめちゃくちゃ楽しそう。本気で来いベジットっていうセリフなんてさ、原作にはないじゃない。ゴジータ言ってるわけじゃ、言ってるわけないよね。だって悟空とベジータがもうここにいるんだから。ベジットに対して何かセリフを発することができるわけないんですけど、
ここで決めれるんでしょ。で字幕にって書いてるから、そうですよね、誰が喋ってるのか何を喋るのかみたいな。で BGM も選択できると。で環境エフェクトとかね、スロー演出は入れるのか入れないのかとか。ちょっと嘘だろ。でこれか、すごくない？マジで。これ文字ちっちゃいけど見えますかね。ポーズ、正面向きに構える、これベジットでしょうね、おそらく。で表情は通常で、2人目ゴジータですよね。ゴジータは何するのかっていうと、木を貯める演出を挟んでいくと。うん、いやすごいなこれ、マジでマジですごい。でその演出の発生条件をここで細かく決めれるってことでしょ。で発生条件1ってことは、2、3ぐらいまであんのかな。だからもし例えば悟空 VS ベジータみたいなカスタムバトルを作るとして、体力 50% 以下になればここでなんか粋な演出挟み込んだろみたいな、そういうことができるわけでしょ。やばくね。やばないこれ。えマジでこういうさ、これるやつ、プレイヤーがいくらでも来れるやつっていうのはちょっとやばいよこれ。うん、ベジータが降り立つ演出、表情は余裕の表情。そういうのも決めれるってことでしょ。だからこのベジータのところをミスターサタンにすることもできて、セリフを決めれると。ビル様ですね。なんだサタンか。これはじわじわくるけどね。いろいろなバトルをしてて遊んでみてください。いやーやばいこれは。以上、エピソードバトル、カスタムバトル。やばいわ。エディットバトルがめちゃくちゃ興味ある。で、あれか、ローカル対戦ね。うん、画面分割ですね。はい、画面分割あるらしいですね。はい、これは熱いね。うん、ただまああれです、フィールドは限定されてると。精神と時の部屋限定で画面分割対戦を楽しむことができる。まあだから他のステージとかだとあるでしょう、フィールドの破壊ギミックとか、まあ処理落ちとかね、まあいろいろなこの問題があるから、ちょっとあんまり破壊するオブジェクトを置くわけにはいかないと。だから精神と時の部屋限定で画面分割対戦を楽しめますよみたいなことにしたってことですよね。まあでもないよりいいよね。うん、絶対ね、ないよりあった方がいいと思うんで、これは嬉しいよね。なるほどね。ただまあまだちょっとあれなんですよね。そうなんだよな。バトル開始前のキャラクター選択画面では2人同時に選択ができず、ちょっともどかしいですよとは保険をかけてますね。はい、あーてな感じみたいですね。はい、で今予約するとキャラクター6体手に入ります。6体2体なのかちょっとわからんけども。キャラクター6体の早期解放権に加え、プレイアブルキャラクター、が手に入りますよっていう感じでしたね。はい、いやーこれはねちょっと熱いっすね。正直めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいわ。ちょっと想像以上です。うん、想像以上で、しかもここにさオンライン対戦が出てくるわけですよ。やばない？無限やん。うん、なんかね巷ではキャラクター選択画面とかが若干なんか微妙じゃねみたいな感じで言われてるんですけど、まあまだ発売まで4ヶ月ぐらいあるから、それまでにねちょっと煮詰めてくれれば嬉しいかなとは思うんですけど、難しいよね。うん、いやでもすっごい楽しみです。はい、めちゃくちゃ面白そう。ほんまに俺はね、バーダック VS 悟空のエディットバトル作りたいね。うん、親子対戦みたいな、父 VS 子みたいなタイトルで作りてえな。もうイメージ湧くよね。アイディアがどんどん浮かんでくるよね。ドラゴンボール好きだと、こいつとこいつとの対戦はどうなるんだみたいなね。まあそれはもうこの映像で
見せてくれたようにベジットとゴジータの対戦はどうなるんだみたいな、もう先に やられてますけどもそういうのやっぱいっぱいあるからな、楽しみですね。はい、てな感じでした。いやこれはもう期待が膨れる情報だらけだったんじゃないかなって思います。皆さんは何を予約しますか？予約しないなんてないですよね。はい、よければコメント欄で教えてください。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールスパーキングゼロライフを。バイバイ。